はい、それではやっていきたいと思います。ちょっと今日はマイクが遠いな。よいしょ。ガチマッチで修行した結果、腕前はそこそこ伸びて、お金はだいぶ貯まりました。ね。まあ、そんなに早くないかな。結構負けてるのが、その期間でバレてしまいますね。ここはクールにね、1日で100万ぐらい増やしたいところなんですが、まあそんなに勝てないので。じゃあね、スロット付け直し、今日もやっていきましょうか。さあ、引けるかな？引けるかな？でですね、今回の目当ては、無難に強いギアを揃えていきたいと。例えばこのベリベリホワイト。ベリベリホワイト。ね。これは、サブにメインがつくという、オラオラな感じの装備。そう。タイマンでオラオラ系の装備。それが欲しいと思いましてね。まあ、一発で揃えてしまいましょう。はい、次行こう、次行こう。はい、ピーン。はい。サブが、ボム用としては悪くない気がする。ボムラッシュ用。いやー、でもちょっと美しくないですね。並びが美しくない。並びが美しかったら妥協しますが。さあ、ダウニー、来てくれ。悪くない気がするけど、ダメですね。妥協はしない。もう今回こんなにお金ありますから、ね。こんだけあれば出るでしょう。私のガチマッチの特訓の成果。お見せするときよ。まあ、この結果には何の影響もないんですが、ジモンですから、メイン効率がつきやすいはずです。今回はテンポよくいきますよ、テンポよくね。もうガリ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 回していきます。そしてもう前回ゼロだったから、今回は、ね、交互に、なんつう声を。ああ、でも、ちょっと配置は美しいけど、まあ、ダメですね。やり直し、やり直し。もうちょっと、これでボム飛距離真ん中ついてくれたら、いやでもボム飛距離はね、あんまりサブでついても嬉しくないんですよね。メインじゃないと、なんて言うんだろう。ボム距離？見たことないですね。メインでつけてる人はいますけど、サブでサブをなんか大量につけてる人っていうのは見たことないです、今のところ。まあ、実際ね、あんまりあっても仕方ないかなってところありますし。ジモンなのに、っていうかジモンって何がつきにくいんだっけ？ピンク回復だっけ？ん？なんかすごい距離お金減ってる気がする。気のせいだね。そろそろ。中途半端だね。これではダメだ。美しくないです。美しさを追求する。来てくれ、来てくれ、来てくれ、来てくれ。まさか2動画連続で当たりが出ないなんてあっていいんでしょうか？よくない。そろそろ当てなきゃ。ダウニーさん、飴と鞭って知ってるか？そろそろ飴くださいよ。もう無知だよ。無知しか当てられてないぞ、最近。頼むよ。バラすよ、あなたの秘密。皆さんの注文を探したんだけど、これしかなかったんだわ、とか言いながら、ね、服屋で購入している姿が目撃されていますよ。いいんですか？確かにね。同じ装備を何個も何個もね、全国からこの注文が殺到したら大変ならわかる。でもね、注文する側は夢と希望をね、その胸に抱えて購入しているわけなんだから、ね。さあ、これが公に出されたくなかったら、早く揃えたまえ。私の財布が徐々に軽くなっているんだよ。頼むよ。なんか今日やばい気がするな。なんかもうすでに元気なくなってきたもん。まだ半分終わってないのにね。そう、フェス出れなかったのが響いてくるね。頼むよ。揃えなければ。ぐわー、全然かすりもしない。ベリベリホワイトではダメなのか？いや、そろそろね、こういう戦闘用の足装備が欲しいんですよ、私は。ガンガンボム投げていこう。ガンガン攻めていこう。そんな装備が欲しい。全然ダメだ。やべえ。やべえよ。動画時間にしてはもう5分経とうとしている。頼む。まあでも、まだまだ余裕ですね。焦っちゃダメ。ダウニーとはこれ焦っちゃう。これはもうね、あれなんです。戦場なんで、焦った時点でやられる。冷静に、こう、A ボタンを押していけば、いずれね、来ますから。来ますから。一瞬全部ピンク色だったからさ、期待したわ。いいこと思いついたぞ。ほら、自分の手でね、サブ隠します。それで、一つずつ見ていく、左から。ね。
左から、はい、左、一番左、縦、はい、もう外れですね。テンション下がるだけだわ。もうやらない、もうやらない。モリモリ減ってくな。本当に出ないね。戻ってきたぞ。一周した半分使って一周したって、こんなに出ないっけ。そろそろ出るよ、いつもだとブランドぐらい出てくれません。マジでやべえんじゃねえかみたいな感じになってきたよ。あとちょっとなんだよ、あとちょっとなんだよ、頑張っておくれ。すげえよ、2回連続でゼロはまずいですよ。モチベーションが下がってしまう。ダウニーさんにこんなにも、なんて言うんだろうな、サザエとかお金とか渡したいんだけど、モチベーション下がっちゃうな、このままだと。チラッチラッ、揃ってお願い。いわゆる通常のね、このガチャとかと違ってね、揃わなかったらひたすらに外れだからさ、もう、まあでも通常のガチャもそんなもんか。いやー、なんだろうね、外れが出たみたいな笑いは生まれないからね。あーあーみたいな感じになっちゃうから。別方向で頑張りだしたけど、それは違う。やばい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 、助けて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 、頼む。はい、うーん、やばい、あと13回しかない。嘘だろ嘘だろ、こういうガヤガヤ当たりを出していくものだろ。頼むよ、やめろ、あかん、食卓の皆さんのご飯が進んでしまう。このままではこのままでは、私はこの動画で皆さんの食卓に並ぶ全ての食材に青色1号を加える覚悟で臨んでいるというのに。来い。まずい、まずいぞ。またほかほかのご飯に卵をかけてね、卵を乗せてか、醤油をとろりと。くー、本当にやばいんだけど。嘘だろ、何の成果も残せませんでしたとかあっていいのか。サザエが震えている。来い、やばいやばいやばい、放送事故や、これ放送事故や、これあかんぞあかんぞ、あかんあかん。嘘、本当にここまでひどいのは未だかつてないぞ。まずい、やばいやばい、まずいまずい、ほんま喋られなくなってきた。祈るしかないんで、私は祈ることしかできない。付け直したぜじゃねえよ、付け直すんじゃなくて、もうねえ、ウルトラサザエとか出てくれないかな、金色のサザエ。どれか、そう、小さいギア一つだけをに、あのスロット回せるとか、任意のものをね、選択とか言わないから、どれか一つだけ回すみたいな、ウルトラスーパーサザエみたいな、そういうのないですかね。あ、ないね。現実に帰ろう。あれどれだっけ、あれあった、ベリベリホワイト。あかん、あと5回、嘘だろ、待ってよ、あかん、さすがにあかん。妥協しとけばいいんじゃないかなみたいな感じの微妙なやつで、いやでもこんなんで妥協しちゃダメ。これはね、サブの効率にしてもなんか中途半端ね。インク回復だったらどっちかというとボム飛距離みたいな、なんだろう、もうちょっと美しく、もう残り1個頑張ってくれたらなんかボム飛距離かよ、わらわらわらみたいな感じだったんだけど。嘘だろ、本当に本当にこういうことあるの、あるんだ、ついに来ちゃったか、こういう時。ダウニーこっち見てんじゃねえぞ、集中しなさいよ、付け直すのに。あと3回しかないんで、魂ごめんしゃい、ちょっと。あかん、あかん、ボーイの顔が。ボーイの顔が大変なことに。やばいぞ。しかしダウニーさん、そういったイカたちにはもう慣れたのかの様子ですね。うん。どんなにイカたちがすごい形相しようとも、冷静にギアをつけ直していく。
やってくれますな。この10分間は一体何だったんだ。思い出せ、俺たちのあのいい思い出、楽しい思い出、思い出せ。最後に1回で決める。あ、なんか割といいの来た割といいの来たよ。なんだこれ微妙に攻めきれん。このボーイも困惑だよこれ。いや、なんかちょっとやりましたよみたいな顔してるな。まあ許そう、ギリギリ許していいレベルかなこれ